9月7日1000撮影開始。凱旋鮮明民進寮5179。現在養毛中である。凱旋ポジション K から331度、6.9 マイル、北緯26度、0.7、東経123度、37.1度。もうちょい近づいてくれるかな、本線。超えてる。ちょっと遠くなりました。カメラが遠くなりました。
線の、このカメラの録画メモリーがまもなく終わろうとしています。これからあとは中作の撮影の広報用カメラに譲ります。ただいま12分と、24秒撮影、あと残り8秒。全体映ってる。はい、今また黒い煙が出ました。笛の合図、笛の音がします。どうなんでしょうか。はい、また笛の音がしました。笛の合図が鳴りました。超音3回また笛の音が鳴りました。超音1回。もう一回超音、一回笛の音、息足が止まったでしょうか。本線の角度悪いんで、外線の右舷側もう少し前方へ出てください。横並ぶぐらい。あ、左舷側でもいいですよ。松下さん、ガイさんの網が上げる状況が見れるように、左舷が行きますか。その通りです。行き足は止まってるようです。これからガイ船の左舷側に行って、網を上げる様子を撮ります。まだ後部後半に人影が見えます。引き足は止まっているように見えます。見えますが、断言でございます。戦況前の荷さばきの後半にも人が若干見えます。人の配置は後部後半のがまだ多いようですが、後部後半の人間が左舷側を見ています。左舷外反側を見ていますので、網を左舷側から前に持ってってることが考えます。今超音1回、
騒音1回聞こえました。後部後半に1,2,3,4,5,6,7人ほどいます。前部後半には2人、後部後半から全部に人が移動しています。本線は外線の左舷側に出ます。外線は今停線してます。エンジンの音がひときわ高くなりました。前進